戦争と平和は、1947年7月22日公開の日本映画である。東宝製作、配給。監督は、山本薩夫、亀井文夫。モノクロ、スタンダード、100分。憲法普及会の企画によって大映、松竹、東宝で作られた憲法発布記念映画の一本で戦争放棄をテーマとしている。D.W. グリフィス監督のイーノック・アーデンを下敷きに戦争が引き起こした二重結婚の悲劇を描いた反戦映画。ドラマの中に亀井の記録映画戦う兵隊の一部を挿入して構成され、戦後日本の姿をリアルに再現しているが、完成したフィルムは GHQ による検閲で30分近くが削除された。第21回キネマ旬報ベスト10第2位。映画の一場面、小柴健一が乗船していた輸送船が敵軍の攻撃により沈没。中国近海を漂流しているところを現地の漁師に救出される。しかし、戦死の広報が東京に残した家族の元に届く。妻の町子は、健一の友人安吉を陸軍病院に見舞う。安吉と町子は、健一の伊地茂雄と暮らし始める。その矢先の空襲で家を失い、安吉は精神に異常をきたし、やがて終戦を迎える。中国にいた健一の帰還。さらに、健一、町子、安吉は、食料デモや、労働争議など激しい社会運動の荒波に巻き込まれていく。ありがとうございます。